おはようございます、ハンスケです。本日は経堂駅に来ているんですけれども、これから新宿に向かうんですけど、途中駅に経堂という急行停車駅がありまして、本日はこちらで定点観測をやっていきたいと思います。この間の向ヶ丘遊園の時より電車の本数が多いんで、結構見応えある動画撮れるんじゃないでしょうか。ではやっていきたいと思います。GSE ですね。急行は一旦その内側線に入って、で停車して、でそのままあそこのポイントをこう渡って内側線に外から入る感じですね。はい。でこの真ん中にある通過路線が快速急行とかの上り列車が、通過する路線ですね。だから急行は、内側線から外側線に入って、経堂に停車して、そのまままた内側線に戻るっていう感じですね。
あれ、あの各駅6両なんかすっごい両数が少なく見えるけど、あれ見た感じ6両っぽいですけど、普通に8両でした。内側までお下がりください。
本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。